ポーじゃねえんだよ。なんと、あー、びっくりした。物を落としたバチコシ消していく。あー、びっくりした。私許さない。あなたもうダメよ。絶対許さない。あなた抱きしめて、抱きしめて、バキバキ強すぎて死ぬやつ。シェーでしょこれ。シェシェシェのシェーやろこれ。大丈夫、酔ってない。おいーす、どうも皆さん、はじめまして、はじめまして、アギトでございますと、クリーンどうも、キャブでーす。無職じゃないね。じゃあ、というわけでね、今回はライトを消すだけの高時給な宿直2やっていきたいと思います。なんで2かって、1ができなかったから。探したのになかったから。いや、でも、ま、2からでも面白いらしいんでね、ま、ちょっとやっていきたいと思います。僕は何回かの動画で見たことあるんですけどね。だから、初見は僕だけってこと。そうです。じゃあね、早速、ちょっとやっていきますか。で、操作は、まあ、こう死ぬのか死なないのかわかんないけど、まあ、一回死んだら、交代ぐらいでいいんじゃないですか。多分死なないんじゃないかな、これ。なんか、節目来たら交代とか、なんか、まあ、うまく、臨機応変にやっていく感じ してこうよ。まさかともはね、ちなみにね、初実況なんで。はい、初です。ちょっと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ早速やっていこう。最初は坂友からやっていきましょう。ちょ、これ、そうそう、よし、始まった。スタート。矢印 WASD。 あー、だから移動と Z と X しかないってこと。じゃあ早速やっていきましょう。いきます。どうなんの、このゲームはフィクションです。実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません。また犯罪や殺生を助長する意図はありません。本当？本当？本当に？絶対嘘ぞ。陰謀マニアなんで。え、何？あなたには今夜弊社で宿直のアルバイトとして働いていただきます。黒幕。どこなのこれ結局。黒幕。宿直ってなかなか言わねえよな。業務内容は簡単です。募集要項の通りライトを消すだけです。オフィスのライトがついていたらただそれを消してください。ちょっとこれ絶対びっくりするやんこれ。でもご安心ください。時給の高さは保証します。何円？こちらも。募集要項の通り。見てねえし、それを。見せろ、まず、募集要項。弊社ビルは3階建てです。3階なんだ。その全ての階をあなただけにお任せします。なんで？なかなかブラックだよね。なんで一番最初のさ、新社員にそんな3階建て全てお任せします。うちの会社と一緒だ。うちの会社と一緒だよ。ブラックすぎんだろ。では、よろしくお願いします。これ誰が喋ってんのっていうか、これ。多分、面接？募集した人ですね。これ面接のところなの？これって。もう面接包ましてこれ、お願いしますねとか言って。多分ね、死ぬんですよ、きっと。早えよ。で、始まるってこと。お、始まります。ドット工房さんです。ドット工房さんが作ったってことで、うわ、びっくりした。ピンポン。どうなんの。あ、こういう視点ね。これね、昔の、なるほど。そうそうそう、ローグライクゲームの。ファミコンとかのね、時代のやつですね、これね。金田一少年とかの、あ、懐かしいよ。仮面っすよ、これ。よし、ちょっと進んで。ところどころアニメ。え、これ何回なのこれ。これ1回だって、エレベーターで上がってきたよね。うん。なんでエレベーターで上がってきたのに1階なの、うん、これエレベーター使ったのに。入り口が B1 なんですよ。あ、なるほどね。あ、こういうこと突っ込んじゃいけないところをね。はい、じゃあ行こう。あ、なんか絵がある。ちょっと絵みたい。え、何これ、森。何これ森、あのブロッコリーっす、これ。幻想的なブロッコリーの。誰かの頭皮じゃないこれ。近すぎだろ、これ。なんでそこの一部分だけ見るんだよ、これ。しかも、書くやつも狂気だよ、これ。見る方も書く方も狂気だよ。そういうフェチなんでしょうね。うん、ちょっとこれ、振り向くの声は、あ、なんかある。ドア。多分電気消えてますね。あ、電気消えてんのか。あ、なんか電気消す。ライトを消すだけの仕事だったっけ、これ。そうそうそう、ライト。なるほど。え、今何もできなかったってこと。そう、何もできない。あ、何もできないんだ。今、決定ボタン連打してる。え、これ奥進めないのこれ。ガチャガチャとか。進めないですね。あ、そういうのもないってこと。鍵もかかって。そういうことですね。よし、ちょっと行ってみよう。え、これ結局どうなるゲームなのか全く分かんないから。ビルとしてはおかしいよね。右に部屋あって左に交互に。魔界ダンジョンみたいになってる、これ。そうそう。なんなんこの部屋。結構古いぞ、しかもこのタイプのドア。なんで電気外付けなんすか。確かに。え、これここがつくじゃん。外側の電気つくよな。外にあるってこと。確実にさ、外側につけたってことはなんか問題あったってことでしょ。中につけた。何これ、ずっとあるね。これ意味ないでしょ。もうちょっと、あ、うん、また絵出てきた。これブロッコリーじゃね。これあれだ、あの角バック。何これ。これかかとの角質ないですね。小麦畑かと思ったけど普通に。ちょっと暗いぞ全部、しかも絵の品評会じゃないのよこれ。お、ついてる。消します。あ、なるほど、これを消せってことか。そうそう。あ、なるほどね。これ監修的な
立ち位置じゃないこれ、そうそう、どっちかって言ったら。なんでムーンウォークするんだこれ。ポーじゃねえんだよ。なんと、ああびっくりしたよ。もう、誰しかも、ちょっとなんかベロベロしてたよ、なんか。俺よりびっくりしてんだけど。いや、俺知らないから。なんなあれ、妖怪ペロペロ女が。うわ、なんか音鳴ってる。なんか窓割れ、てか入ってきたんじゃないあいつ。え、これいるでしょ、これ確実に。どこ、いや、何これ。え、ど、え、ここじゃないってこと、てか、そんな割れんのドアの、あそこのドアの窓って。これが割れてるってこと、てか、こういうバイトしてみてえな、これな。二人組だったら余裕じゃないこれ。まあ余裕ですよ。一人だったらちょっと怖いけどさ。あ、もう行っていいんだ。っていうか。終わりこれで。一回は。一回終わり。ストップ。ハラスメント。ハラスメント。弊社では10年前にハラスメントによる自殺者を出してしまっています。私たちは二度とあのような過ちを繰り返してはいけません。ハラスメントに該当する行動をしないよう、常に心がけましょう。従業員全員が働きやすい職場を作りましょう。いや、もうこの時点でもうダメだと思うけど ね。もうこれか、これを貼るっていうより、この一人に任せるっていう、ここをやってる時点で、全く従業員全員が働きやすい環境じゃないけど、その通り。あ、なに、なんか、なんか音がしてるぞ。なになになに、何の音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 ってのか、こらなになになに、やんの、やんのか、おい、やんの、2回2回行こう、とりあえず。じゃあ、切りがいいとこなんで、あ、じゃあやるか、うん、あ、入ったってことね、入りましたね。よし、じゃあちょっと2階から行きますよ。行きますよ、行く行く。なんか落とした、なんか落とした、なんか落とした、これ、あれね、落とした、音がしたし、落とした、物を落とした。あれあれ、なんか、違う、これ1階のやつと、これ同じじゃねえかよ、お前。これ、これもう予算がもうなくなってんじゃん、これ。ちょ、行きますか、とりあえず。てか、ここ1階と2階変わってねえか。あ、あ、どうぞどうぞ、消していく。バチコシ消していく。ああびっくりした、もうなんなん、こいつさっきから。意味わからんし、ちょっと、なんか変なが、変なの出たしな、今。あの女は何なんだよ、結局。ハラスメントの被害者でしょ、ね。あ、ハラスメント、あ、自殺者ってことか、あれが。あ、なんかあれ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 。来るぞ、ユーマ。何これ。音は、音はしたけど。ちょ、な、何この音。この音は何、ピンポーンと出したからね。そう、ピンポンした。エレベーターってこと、うん。これ何これ。これはね、バラ、まあ、とりあえず戻れってことか、これ。もう、もう俺戻るぞ、言っとくけど。何も見ずに戻るからな、これ。仕事放棄するわ、もはや。もはや仕事なんかいらねえわ。だって、エレベーターの音したから、エレベーターの方でしょ、うん。何かあるってね。だったらね。おろろ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 ろ。あ、帰れた。え、マジ？え、もう帰れんの？ 3 階があります。あ、3階ある。隠蔽。隠蔽。10年前、私、告発、殺された。犯人、社長、役員。他の奴らも、加担した。絶対に。許さない。日本に来て2年目日本に来て2年目にしたら漢字うますぎるだろ。いや、だから中国人だから隠蔽とかこういう告発とか漢字はいけるわけよ、これ2年目私許さない、あなたもうダメよ絶対許さないあなた。じゃあここで、うわ、叩かれてる、叩かれてるわ、これ。叩かれてる、なんなんこれ。ボタンが反応しない。終わった、俺らもう死んだ、もう終わりだ、終わりだ、もう人生終わりだ。え、じゃあ逆に1階は、あ、1階とかじゃないの、あ、開かねえんだ。おおお、上だ、上だ、みんな上だぞ。こういう時って大体上か後ろか、エリック上だ。死ぬじゃねえか、結局。あ、やばいやばいやばい。え、これ待っとけ、いいと。あ、なんかちょっとなんか化け物の声してくる。化け物、さっきの女の子ちょっと可愛かったな、ウェルカムっていうか、服装がちょっと際どかったっていうのが、おじさんだったら目の前に現れた人が抱きついちゃう女死ぬいや、ハンマユージロがお母さん抱きしめた瞬間にバキバキバキって強すぎて死ぬやつあれやっちゃうよ、これバキが目の前で見るやつな、これ何もないじゃん。え、あ、動いた、動いた、あ、早く、うわー、何これ、すごい。どういうこと？いや、でもあの位置に出てきたら俺だったらもうなんか自動的にパンチで出ちゃいそうだけどね。え、ここって結局何階これ？3階です。おお。あ、3階か。あ、なんかビリってなったけど何もリアクション取ることなかったわ今。結婚が決めました。うん。うん、そんだけです。よし、ムーンウォークでいくか。逆にね、ムーンウォーク。多分強制的に前向かされると思うんだよね。いや、それだったら逆に分かりやすいから今。何これ、うん、てかここ、あ、なんかある、なんかなんかある、なんかある、なんだ、何これ、コーヒー、エルメイ3 あ、僕エルメイ1と2はやってるんですよ3やろう、この本当にあるんかな、この、まあなんかゲームの、そう、ゲームあるんですよ。あ、そうなん、そう、広告なんだ、じゃあ1と2はあるから、だからこれはまあ普通の広告ってことでしょ。これ誰なのか知らないけど、今のこれは、これなんかものすごい生贄の夜、ああ、生贄になりなさい最終的にペルソナスレースでしょ。ち、今度やろうぜ、生贄の夜いや、俺あれすげえ苦手なのよ、やったけど。何？なんか盛り上がったよ、なんか音楽が、あ、赤い、赤い、なんかこれ、おい、おら
おぉ、ちょっとなんか今の目が、輝きが戻っててなかった今。いい感じだった今。ね、うん、今のはちょっと、おぉ、輝き戻ってるやっぱり。おぉ、なんで片目だけこれあれなの？え、勝手に進むの？え、なんでこれ片目だけ黒いまんまなの？しかも、一丁前によ、唇つけやがってよ、こいつ赤い。いらねえだろ、これには。うん。ちょっと何これこういう帝国あるだろ。ビスケットオリバーの部屋のあの廊下。こんな感じになってるから。こんな感じ。お、なんか赤くなってる。なんだ赤い扉ですか、青い。異世界じゃないか。あ、戻った。これ真夜中テレビですね。隠蔽。隠蔽。10年前、私、告発、殺された。やった。これやった。え、何もなかったんだ。あ、だから行く場所が違ったってこと？やります、やりますね。あれってか、オリバ消えた。変わってんね。オリバじゃねえけど。で、ロイツ、とりあえず見たけどね。とりあえず。あ、これ、出て、これね。広告ね。広告来て。あれこれ、あったっけ？おお。じゃあ行きますよ、これ。うん。カチッとな！おお、同じじゃねえ。また同じでしたね。で、これ勝手に進みます。あ、本当だ、勝手に進んだ。で、奥まで行って、さっき奥まで行ったよね、多分。え、なに、何すればいいの？これさっきと同じじゃん。なんか調べるとかある。あ、全部見てみるか、とりあえず。なんかどっか一部分だけ目がこうポコって落ちて、宝石みたいな感じで、バイオハザードみたいなさ。でーす、村長の時間。バイオ4やねん。こう中を、中に何か入ってそうだとか言って。ハンマーとかでさ、壊してさ、中のなんか宝石でしょ。そう。なんかメダルみたいな入れるやつありそうじゃないですか。いや、でもないなぁ。すごい見つめられてるだけで。見つめ、うん。てか、この絵、なんか、売れそうじゃね、全部持って帰ってさ、転売して全部売ろうぜ。金に汚いやつはこうなんです。こんだけあったら、あ、ドッパピポガピーザー誰これ、今の。これ、ムーンウォークしたからね。でかいわ。しばちはるぐらいのバリで歩いてたけど、今。暴走族の歩き方したけど、今。めちゃくちゃ、おらついてたけどね、歩き方ね。この回はもう、ない、え、てか、あれ道なくなってない右側の。ないよ。え、ないよ。部屋がなくなってますね。あ、なるほど。で、こうなってるってことか。あ、赤いままだ。4-4あ、4になってる。あ、じゃあ。これね。ちょっと。まあ、スロットだと目立つ。シェーでしょこれ。シェーシェーシェーのシェーやろこれ。大丈夫？酔ってない？4回。4回行こう。お、すごい。行きまーす。目に悪い。俺、犬だからさ、赤わかんないんだよね。見えねえよ。俺も見づれえよ、これ。で、どうなってんの？なんか、羊みたいな音聞こえるけど。目、ヤギか。めー。お、俺が、お、俺これマリオ、マリオ6みたいに入るの。うわブサイク、ちょっと結構ブサイク。めっちゃキスしてくる。ちょっと長いし、しかもちょっと長いし、な、何この間は。これ、ね、本当にキスかもしんねえわ、今のは。ベロベロされました。何、自動、自動だ。ボート、ストーリー、ドットコーポ。だから今のは4階に連れてかれて異空間でしょ、4階が多分、うん、音量にやられましたね。音量にある。音量。で、異空間に連れてかれて、今取り込まれたってこと。うん、そうそう。死んだの？いや、分からない。多分意識失ったパターンじゃない。ああ、そういうパターンか。ってことは、3があるかもしんないってことでしょ。そう。いや、これ1めっちゃ気になるじゃん、じゃあ。いや、確かにね、何もね、こう、ストーリー的には、まあ、多分、この最初の支配人の話みたいな、うん、な全部一緒だから。ライトが。あれ？もしかして？これ出てくるよ、ぜ。あー。ちょっと待って、最後に。あ、出た出た、オラついてる、オラついてる。しばちはるはちょっと。ちょっといい、オラついてるぞ。どっちかって言ったらクローズのやつらみたいな感じだったけど。労働時間19分16秒。給与0円。え、これもしかして、俺らの実際のプレイ時間？いや、だと思う。じゃあもう、1回のところでずっと1時間経つまでこうやっとけば。1時間でこれ何円なのかちょっと見たいよな、これな。見たいけどね。はい、というわけでね、ドドゴーゴさんのライトを消すだけの高時給な宿直でした。ものすごいね、早口言葉みたいな感じになっちゃうんだよ、これ。まあ、テンプレだけど聞いとくか、どうでしたか。結構ドッキリな感じはあったけど、まあ、隣の人がすごい驚くから薄れるよね。いや、俺驚いてないから、ちなみに一切。音声がどうなってるかわかんないんでね、なんかバランスが崩れてても、ちょ、僕はもう責任を取りませんので。いや、責任取るよ。じゃあ、今日はこれで終わりたい。僕、終わりの挨拶あるんですよ。お、はい、いや、一緒にちょっと行ってもらえないかな。じゃあね、じゃあ次回のゲーム実況かなんかの動画で会いましょう。じゃあ、せーの、またのー